堂本光一さんが2000年11月の初演で帝国劇場史上最年少座長を務めて以来24年間毎年上演を続けてきたミュージカル「ショック」シリーズがついに東京帝国劇場で応戦集落を迎えました写真を見る堂本光一エンドレスショック24年間の歴史に巻くやり残したことはないカーテンコールは1時間超え最後は胴上げ これで堂本光一さんの単独主演記録は、応戦集落も含め2,128回に。故・森光子さんが、「放浪記」で打ち立てた記録、2017回を大きく上回る大記録となりました。最後の公演でも、大きな見どころであるフライングや空飛ぶクルマは健在。そして、2002年6月公演から始まった階段落ちの演出は、合計22段。 高さ4.84メートルの階段を毎回落ち続け、コロナ禍を除く22年間、落下した高さは合計9307メートルに上りました。すべての歌を終え、カーテンコールに入ると、客席からはまさに割れんばかりの拍手が。挨拶の口火を切った堂本さんはいや、もう、喋ることはございません。どうしよう、2000年から幕を開けて、 当時21歳でただの若造でしたけど、そんな自分を信用してくださって、こうして帝劇のステージというところに立たせていただき、24年間も毎年この景色を見せていただけたこと、心より感謝を申し上げたいと思います、とファンに感謝を伝えました。その上で、ここまで、えっ、ー、と、何回、2100、えっ、ー、と、誰も把握してません。と、自身の大記録をまさかの失念 2128回。わけがわからない数字ですよね。今年だけで142回。と振り返ると大きな拍手が湧きました。さらに大きな金色のくす玉を割り、中からは、ひかりちゃんお疲れ様でした。の文字が、長年共演してきた前田美晴さんからは、今年の公演数にちなんで142本の大きなバラの花束が堂本さんに送られました。 カーテンコールは1時間近くにも及びましたが出演者全員が講談してもなお鳴りやまない拍手に堂本さんが再登壇話し始めたところで共演者たちも一斉にステージに上がり堂本さんを胴上げしました